かけるかな。なんかいつもと違うね。あ、緑さん顔しか映ってんやん。本当やね。服が緑やから。顔全部見えたら男性陣ちょっとドキドキしちゃうから。あ、ちょっと待ってね。はいはいはい。服やし。そうね。何書くんだよ。もう全部。これちょっと。やめなさいよ。あ、ちょっと待ってお前。ちょっとリアリティ足らんやんお前。あ、ごめんちょっと変えてください。でかすぎるやんこれ。お願いします先生。はい、当ててください。当てますよ。あ、これこれ正解正解これ正解。あのライダーかけるからということでね。はいはい。仮面ライダーの愛があるかどうかをちょっと。愛。あの絵を描いてもらって僕がちょっと見極めたいなと思うんですよ。もちろん細かいとこまでちゃんと覚えてる。絵は覚えてるよね。仮面ライダー愛はあるよ。だからそれを思い出してください。それを絵に起こしてくださいというねこのコーナーでございます。愛があるから描けるに決まってる。描けるからサンサンサンで、はい終了さよならですぐ終わります。あのウォーミングアップとして初代の仮面ライダー1号を描いてもらいましょう。なるほど、はい、やろうよ。はい、はい、ちょっと待って、人間の方描いてない。変身後ね。変身後まあ私もね一応書きますね。こういうの見本に出すためにね書きますから。こんな簡単やもう多分馬鹿にしてるぞ。はい、できましたか皆さん。はい、行きましょう。せーのドン。お、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはいはい、食べようか。まともじゃね。あ、そうか、この部分だ。はいはい、いや、じゃこの部分、それもう敵や、回避だ。敵やもん、うん、これは確定やな。あなたもあなたやね。お口になんか小判が置いてる。いや小判じゃ。じゃあちょっと正解。はい、じゃあ正解見てみましょう。こちらです。ほら、ちょっと待って。俺の方がカメラ族ない？ほら。持ってくんなお前ら。お前ら来んな。お前ら来ない、来んな。いや、だからほくろあるやん。ほくろじゃないよ。なんかそういうちょっと上とあの緑のロンガや。いや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 、影が入ってる、わけのわからん影が入ってる。じゃあね、これ走ってんねん。クイズさんの仮面ライダーって泣いてる。ただの虫やねん。いやいやいや、まあでもさすがレッドさんですね。でもワーストはオレンジ。なんでやろ。これに負けてんのオレンジ。勝ってるやろお前。ホームランやから。まだグリーンよ。これまだ特徴伝えるマフラーやら、あのピョンっていう触覚やら、目の部分やら、触覚あるし、触覚死んでるやん。触覚じゃない、アンテナやねん。それでは、次はアギトでいきましょう。アギト？仮面ライダーアギト。 Here we go, count zero。 仮面ライダーラギト。ラギトなってるよ。はい、ということで、はい、私も描けましたんで、では行きましょうか。仮面ライダーアギトの、イラストです。ドン。アギト。おー、え、え、え、おなにこれ。白菜おじさんや。白菜おじさん。残念ない、白菜おじさん。これやばいって。え、でも、こういうなんか角じゃなかったっけ。ブルー、なにこれ、なに手が2つ刺さってんねんけど。でも、お面とかなりそうじゃん、こうやって。あれ、グリなんてなんか頭にさ、バナナの皮がついてんだよ。そうやねんな、うん、ドンキーコングが持ってそうな。あれ、コンドンじゃなかったっけ。ちょっとカブトっぽいんだよね。ジャガーロードがいてるから。ジャガーロード。何ジャガーロードって。いや、私のね、アギト。せーの、ドン。あー、ほら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 。ちょっと待って、ちょっと待って。ほら、なんでそんな気持ち悪いです。こんなバケボやこれ。バケボってない。ちょっと口間違えたな。うん、今だとこう、いや、そういう問題じゃないね。そういう問題じゃない。小判じゃないんだ、オレンジ。確かに口ちょっとグツグツ。いや、口とかじゃないんだよ。もう全てが終わってんの。何がよ、もう。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一個見つけてしまった。指の数数えて、1、2、3、4、5。やばっ。次は、ダブルに行きましょうか、ダブル。ダブってる。あ、ダブルね。どのフォームでも行くんだろ。ダブルって分かればいいの。まあそうやね、特徴がいかに捉えてるかどうかです。もともとのこの企画もありますし、まあ、愛があったらもともとそんな聞かんくても大丈夫でしょう。聞かんくて。なんでそんな笑うんだよ。あ、それでは、皆さんの仮面ライダーダブルです。せーの、ドン。逃げてたんでしょ。怖い。もう影がありすぎやろ。いや、だからジョーカーとサイクロンや。それはわかるけど、ジョーカーともうサイコパスや。いやいや、パスも。オレンジもオレンジじゃねえか。なんでギザギザですよ。ギザギザ。グリーンがね、なんか何者って思って。なんでスーツ。体がわからんかって、とりあえずスーツ着てたら行く。なんで体健やかっちゃんなって。ダブルダブルすごい。ちょうどダブルとはいえさ、そのダブルじゃねえっていうか。ベルトがある。
しかもなんで怒ってるんだよ、こっちが怒りたいわ。ブルーさんは特徴はやっぱちゃんと抑えれてね、もうなんかデフォルメダブルみたいな感じにね。やっぱどこら辺が感じました？やっぱベルトもちゃんとその、あの形をデフォルメか、適当に描いてるって感じ。これふんどしやろ。ふんどしじゃねえ。私の描いたダブルはこちらです。じゃん。違う、もちろん半分半分の色はあります。ただ組んだ組んだ、これで分かるんですよ、ダブルは。このそうか、ダブルな、そこがもうダブルになってるんですよ。あ、そこちょっと間違えたね。いや、そう、 V じゃないですよね。ちょっとじゃないね、だいぶやね、だいぶ。ここでちょっとシューシューチョチョンってなってて、ダブルをここに表してる。そうそう、これのだからオレンジと私が混ざったらこれ。そうだ、いや確かにね、悪だ、勝手に。いや、うんこしかできないこと。ワーストグリーンさんだぞ、ちなみに。グリーンだよ、グリーンだよ。別物やもん。だってまだ特徴は捉えてる、オレンジが。マフラー、色。いや、捉えてる。どこも捉えてない。可愛い、絵がうまい、可愛いです。ダメなんですよ。いや、それだけは言うし、って言うなら、なんで、あの、逃げてんもん、スーツとか。まあ、そうだね。汚い、汚い。逃げてるもん、わからんから言うて。汚い。うわー。しかも、カルタスコ、やかっちゃダブルとか。で、なんかちょっとディスられた感じもする。ちょっと、やっぱファンからしたらね、調節からさ。厳しいな。ガチからしたらちょっと許せない。ちょっと残念ですね。残念。ね、はい。さて、そろそろ最後でいきましょうか。何食ってんの、お前。自由やな、あんまり。仮面ライダーギーツを書いてみましょう。キツネオライダーを描いてくださいって言われたらね、まあどれほど描けるかどうかちょっと見てみましょうかね。いや、マジで分かんないで、ずっと分かってない。仮面ライダーギーツのイラストです。せーの、どうぞ。株なんでお腹でブツブツあるの？シックスパックじゃん。シックスパックがある。え、キーツってない CD 持ってんの？これバックルバックル、レースバックルだけ？何も編集でもつけてない。やっぱこれの状態ですよね。そう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 。あ、これの状態やけど。ほらほら、ほら合ってるやん。ほら、それ似てる。確かに似てる。うん、これは似てる。確かに。いや、散々でわらわら、あの、ケラカ入れてるグリーンさんも見せてください。はいはい。なんやこれ、踊ってるやんけ、ちょっと。ビーって何？もうライブはちゃうやん。お前ただのキツネやないかい。ポケモンのカラカラやろ、お前。カラカラはちょっとグリーン、あの、ブルーっぽいねんけどな、若干。でも、メンタルこうやったね。で、こんな感じやろ。横から見たらそんな風に見えるけど、可愛すぎる、なんかちょっと。でも、縦にしたらこういう状態。縦にしたら、横、あ、振り返ったらこうなると。おかしいやろ、振り返った。どうなってんの？変わりすぎやろ、振り返った瞬間。ただちょちょ、振り返って踊ってるっていう。これをですよ、私の技術。出せ出せ。せーの、ドン。あ、パーマンや。パーマンや。パーマンちゃうわ。パーマンちゃうわ。平和の方や、これ。平和の輪じゃねえよ。ジョッキ、お前サラブレッドにすな。サラブレッドに。何ブルーそれ。走ってくんな。走ってくんな。どの時代だっけ、俺じゃね一番。いや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 、可愛すぎるよ。いや、もうアニメやもん、これ。ちっちゃじゃないもん。キツネ感が。出てくる、出てくるんだって、君ら二人。いやー、ちょっとこれはね、消去法で言うともうオレンジしかいないです。え、ちょっと待って。やった、これ。嘘やろ。キツネやん。ちょっと、おかしい。あの、ベルトです、ベルト。もうベルトは僕大好きなんで、やっぱベルトに評価したいですね。いろんな形であれど、まあ、みんなの愛は伝わったということで、まあ、次回は戦隊とかなんかウルトラマンとかそういうヒーローでまたまたやってみようかと、未定ですけれども。はいはい。あれ負けたのは、いや、絶対嫌や。これ負けたのは絶対嫌や。余裕は。これ一番中途半端なグリーンさんですよ。もう、あの、アギトでさえもあんないやし、もうほんと逃げに走るしね、そういうので。ルルルルって呼びたい。ちょっとグリーンさん改めてちょっとね、もうちょっと見ていただきたいなと思うんで。以上、ライダーかけるカラーでしたー。かけるカラーでしたー。ありがとうでしたー。かけるカラーでしたー。欲しい人あげるよ。チャンネル登録の方よろしくお願いします。